ナイアガラは1953年に公開されたアメリカ合衆国のスリラー映画である。撮影は1952年6月から同年7月にかけて行われた。ヘンリー・ファサウェイが監督、マリリン・モンロー、ジョゼフ・コットン、ジーン・ピーターズが主演した。モンローにとっては初のカラー主演映画であった。モンローは劇中でモンロー・ウォークと呼ばれた。 独特の歩き方を披露して話題を呼んだ。彼女が歩いていく後姿を映したシーンは映画史上最も長い歩行シーンとされる。マリリン・モンドーナヤガラの滝を望むロッジに夫と宿泊しているローズは夫ジョージがレターマンイコール陸軍精神科病院にいたことを新婚のカトラー夫婦にほのめかす。新婚の妻はローズが滝で 愛人パトリックと抱き合っているところを目撃する。ある時、夫はローズが気に入っている、キスという曲のレコードを壊してしまう。また、夫は露出した服を着ているローズが許せない。その日の8時半、ナイアガラのライトアップが行われる中、ジョージが二人に人生を愚痴る。翌日、ローズはパトリックと結託して、ジョージを自殺に見せかけて殺害しようとするが、 逆にパトリックがジョージに殺される。そうとは知らないローズは、夫の捜査願いを出すが、後に、死体安置所で愛人の死体を見つけて気絶する。また、ジョージもロッジを変わった、カトラーの妻を殺しそうになる。ローズの企みに気づいていたジョージは、シカゴに逃げようとしたローズを追い詰める。ジョセフ・コットン・ジーン、ピーターズ・ポリー・カトラー役は、当初アンバックスターが演じることになっていたが、 バックスターが降板したことで、ジーン・ピーターズが役を手に入れた。また、バックスターが降板したことで、マリリン・モンローを目立たせるように内容が変更された。ありがとうございます。